はい、皆さんこんにちは、カリアです。2021年11月の3日水曜日、トヨタスタジアムで、明治安田生命 J1 リーグ第34節名古屋グランパス対柏レイソル戦試合終了いたしました。はい、結果は2対0でグランパスの勝利。今日は久保選手と中谷選手のゴールで、2点をリードして、そのまま、クリーンシートという形でしたけれども、土曜日ですね、10月の30日に、初のルヴァンカップ制覇を果たして、その流れのまま、今日も勝利という形でした。はい、まずはね、前半の34分、久保選手が、ペナルティーエリア内でボールを受けて、そのボールを一度ね、稲垣選手にはたいて、稲垣選手が、それをさらに中で折り返して、久保選手が最後、キーパーの動きを見ながら、浮かしてシュートを決めるというね、技ありゴールでまず先制点を奪います。そしてですね、後半71分にですね、マテウス選手のコーナーキックから、中谷慎之介選手が頭で合わせて2点目。はい、中谷選手の、ね、ガッツポーズもね、印象的な、ゴールでしたけれども、はい、ということでね、今日は2対0で、勝利という形でしたね。はい、そして今日ね、首位の川崎が、勝利しまして、J1 リーグ連覇、を決めたという、ね、日でもありましたけれども、まあ、グラサポとしてはね、リーグ戦の優勝が取れなかったというところが、一つ残念なところではありますけれども、まあ、今年はね、ルヴァンカップのタイトルをね、取れてますので、まあ、来年はね、J1 とルヴァンと ACL とってね、取れるとね、本当はいいなというところですね。はい、まあ、これで川崎がね、優勝が決まったので、あとはね、天皇杯で川崎が優勝すると、今、現在グランパス4位ですけれども、なんとかね、ACL の出場権が、手に入るというところになりますね。はい、でグランパスは今勝ち点61で、4位、3位のヴィッセル神戸と勝ち点差は3、得失点差が10あるのでちょっと大変ですけれども、まあ、勝ち点でしっかり上回っていけると本当はいいんですけれども、まあ、現状、勝ち点3負けているというところでですね、はい、まあ、グランパスとしては、あと、4試合かな、負けられない試合が続くなというところになってきます。はい、そして、次の試合ですね、グランパスの次の試合が、今週の日曜日、ユアスタですね、仙台でベガルタ仙台と、対戦するという形ですね。まあ、今年ね、全然ちょっと調子が上がってこないベガルタ戦というところで ですね、ただ、ね、前回対戦はグランパス、ホームで負けてますから、今回はねしっかりやり返して、まあ、あと ACL 圏内にも負けられませんから、頑張ってほしいなと思います。はい、まあ、残り4試合あとは、ベガルタ仙台、ガンバ大阪、セレッソ大阪、そして浦和レッズと、まあ、上位争いをしていく上で、負けられない試合が続きますのでね、グランパス頑張ってほしいですし、サポーターとして全力で応援していきたいと思います。はい、ということでですね、次回のグランパス応援日記の動画は、まあ、ベガルタ仙台戦をまた、お話ししていこうと思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今回はこんな感じで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではまたね。